やったキモ猫勝ちましたバトルバトルバトル私以外とやってくれこのゲームのスゴロクの楽しさを教えてやるにゃ漫才マニア元気もりもりもりちゃんです。どうもりっくんです。おっす。今日紹介する商品はこちら、にゃんこ大戦争ボードゲームです。スマートフォンアプリで大人気のにゃんこ大戦争がですね、みんなで遊べるボードゲームになりました。そうなんだ、はい、楽しそう。しかもですね、このパッケージを見てもらえばわかると思うんですけれども、うん、アプリのアイコンのようなデザインになっております。すごい、パッケージからもにゃんこ大戦争の世界観が味わえるんだね、はい、めちゃめちゃ可愛いですよね、これ。可愛い。たくさんの遊びが楽しめるにゃんこ大戦争ボードゲームをですね、今日は実際にプレイしながらいくつかのゲームを紹介していきたいと思います。それでは早速やっていこう。バンマニ。まずはセット内容から見ていきましょう。カード30枚、ボード1枚、サイコロパーツ一式、コマ4個、取扱説明書1枚となっております。にゃんこ大戦争ボードゲームでは4種類のゲームで最大4人まで遊べるんですが、まずは2人で遊べるゲームを紹介していきます。最初に2人で遊ぶのはアプリを再現した陣取りゲーム、にゃんこ城バトル。なんだろう、どんな遊びになってるんだろう気になりますよね。これから実際に2人でプレイしながら準備や遊び方のルールを説明していきます。まずはゲームに必要なサイコロをですね、組み立てるところから始めていきましょう。ではですね、組み立てていきます。なるほど、台紙から剥がれるようになってるんだね、簡単に。そうですね、結構簡単に取れるのでパキッとやっていきます。簡単に外すことができました。サイコロの作り方はこちらに書いてありますので、こちらを見ながら作っていきましょう。サイコロが完成しました。すごい、サイコロの目がにゃんこの肉球になってる。命中とか防御とかサイコロには書いてないような、なんか言葉が書いてあるけど、なんだろう、はい、これは後で楽しみにしていてください。バンマニ。では陣取りゲームにゃんこ城バトルのですね、ルールを説明していきます。このゲームはですね、将棋のようにカードを進めていくゲームで、相手の陣地マスに自分のカードを1枚でも侵入させたら勝ちとなります。まずは30枚のカードをランダムに10枚ずつ配ります。余ったカードは捨て札置き場に置きます。配られたカードは自分で見ずにシャッフルして、ボードのデッキ置き場に重ねて裏向きに置きます。おい、見ちゃいけないんだね。はい、シャッフルしてください。よし、よく混ぜたぞ。いきます。いきました。自分の駒を選んで働き猫コストカウンターのスタート位置に置きます。ここか。はい、こちらですね。置いていきます。ここ、ね、ではじゃんけんをして先行後攻を決めていきます。じゃあじゃんけんしていきます。最終枠じゃんけんぽい。勝ちました。勝ったので先行後攻を選べます。ではですね、僕は先行にします。お、いいね、攻めるじゃん。はい。そしたらどうすんの？自分のターンの開始時にサイコロを振り、出た目の数だけ働き猫コストを上げます。では見本としてサイコロ振っていくので、モニちゃんじゃあ見ててください。はい。ではサイコロ振っていきます。では僕はですね、3が出ました。3が出たので3進めることができるんですけれども、今回は先行なので出た目の数の半分になるので、今回はですねコストが2になります。先行いった目は注意が必要なんだね。はい、コストが決まったら行動します。現在持ってるコストの分だけ行動することができるので、行動したら使ったコスト分だけカウンターの駒を下げます。できる行動は4種類ありまして、デッキ置き場からカードを1枚引いてみる、自分の陣地マスにカードを置く、自分のカードを前か横に移動、前か横に隣接した相手に攻撃することができます。ではですね、僕はコスト1を使ってですね、デッキからカードを引いていきます。カードのですね、左上を見てもらうと、ここにカッコ2って書いてあるんですけど、こちらがコストになっておりまして、僕は今回コストが1しか残っておりませんので、このカードを出せることができません。カードを出すことができないので、スタックと宣言してターン終了、次のターン以降にコストを持ち越すことができます。あー、なるほど、コストを貯めることができるんだね。はい、1残ってるからもう1枚カードを引くこともできるけど、はい、貯めとくこともできるってことか。そうです。なるほど、分かってきたぞ、はい、じゃありっくんの番は終わったから私の番ってことだね。そうです、お願いします。説明してくれたみたいにやればいいんだね。よっしゃ、いけ 5! おー、よし、コストを5まで移動させます。5個できるってことだよね。はい。じゃあまずはじゃあカード引きます。カード引くから5コスト払います。はい、出してみようかな。お、じゃあ1使って猫忍者を出します。まだ3あるから、はい、行動できます。じゃあ1コスト払ってカードを引きます。あ、でもあと2あるじゃんね。じゃあもうここは思い切って2コスト払って、はい、肝猫を出します。じゃあこれでできることがなくなったので終わります。では次は僕のターンです。サイコロを回していきます。
5。さっき貯めていたコストが1なので6まで進むことができます。ここで注意なんですけれども、サイコロに振った数とコストの数を合わせて7以上になったとしてもコストの上限は6になります。じゃあちょっとスタックもいろいろ考えないといけないってことだね。そうですね。では僕はコスト1を使ってカードを引いていきます。はい、引きます。もう1枚カードを引いていきます。ちょっと1使ってカードを引きます。ではですね、コスト1を使ってですね、バトル猫を出します。さらにコスト1を使ってこちらにタンク猫を出します。おお、どんどん出してくるね。はい、コスト2残ってるんですけど、今回は次のターンに残すためにスタックをします。はい、よし、じゃあ私のターンだ。いけー、あ、4ですね。はい、コスト、どうしよう、前に出すこともできるんだもんね。はい、じゃあ1コストを払って猫忍者を前に出します。はい、キモ猫も出しちゃうかな。じゃあ1コスト使ってキモ猫を前に出します。そしたら1コストを使ってカードを見ます。はい、うん、これってさ、1コスト使ってもう1マス動けるとかできないの？今出した猫忍者はもうすでに移動しているので、うん、このターン中は行動することができません。例外のカードもあるので出てきたら説明していきます。お、そうなんだ、わかりました。はい、じゃあ1コスト払ってカードを引きます。はい、以上、陸のターンです。はい、では僕のターンです。おお、すごい、5だ。一気にじゃあ5を進めるわけですね。ではまずカードを引いていきます。コスト2を使ってメタル猫ビルダーを出します。うわ、なんか強そうだね。はい、コスト1使ってバトル猫を前に出します。でコストもう1個使ってタンク猫を出していきます。じゃあコスト1使ってさっき出したメタル猫ビルダーを前に出します。うわ、どんどん前に出した。はい、終わりです。でこれ思ったんだけどさ、カードさ、レアとかさ、EX とか基本キャラとかいろいろレアリティとかもあるんだね。そうですね、いろんなレアリティがあります。そうなんだ、いろいろちょっとじゃあ集めたいな。はい、よし、とにもかくにもサイコロですね。お願いします。 5! いいじゃん、5だ、わーいわーい、どんどん進めようかな。じゃあ1コスト払ってキモネコを前に出します。はい、何コスト払って細地蔵を出します。強そうですね。ね、なんか強そう、超激レアじゃないですか。この笠地蔵でなんかここにね、ハンって書いてあって何なんだろう。これがさっき言ってた例外のカードになっていて、このカードだと範囲マークのハンの文字があるので範囲攻撃ができます。範囲攻撃はですね、1ターンに2回まで攻撃することができます。あ、そういうこと。はい、そうなんだ。ですけどコストは1攻撃ごとに1消費します。なるほどね、2回できるけどコストは消費するよってことだね。はい、笠地蔵ちょっと強そうだから1コスト払って1移動させます。やばい。はい、これで以上です。はい、2では1コストを使ってバトルをしていきます。何バトルって？バトルはこちらの3つの数字を使って戦っていきます。うんうん、サイコロに攻撃、防御、命中と書いてあるんですけど、こちらの3つの要素を使ってサイコロを回してバトルをしていきます。うんうん、バトル猫とキモ猫がバトルするってこと？そうですね。りくんが回すサイコロの出た文字によって変わってくるのか。はい、大丈夫かな、勝てるかな。サイコロ回していきます。お、命中。命中が出たのでバトル猫の命中、そしてキモ猫の数字を比べていきたいと思います。バトル猫は35でキモ猫が70だ。私の方が勝ってるんじゃない？そうですね、僕の負けです。負けたカードはですね、捨て札の下に入れます。おお、なるほど、これで勝った。はい、バトル負けちゃいました。でもまだコスト1残ってますよ、お兄さん。バトルした数字の数が同じだった場合は2枚ともその場所に残ります。そうなんだ、はい、太鼓はその場に残るんだね。どうするんですか、お兄さん。ではもうコスト1を使ってですね、カードを引きます。ありますよね、そりゃ。はい、終わりです。わかりました、じゃあ私のターンですね。こい、あー、待って、1か。よし、1か、そうか、どうしようかな、1。まあでもここは攻めの一手だな。1コスト払ってキモネコを前に出します。はい、もう早速ピンチですね。ピンチじゃない？そうだよ、キモネコ通さないと。では次に回していきます。5。できることが多いぞ。ではコスト3を使ってですね、3猫タツを出します。うわっ。ではコスト1を使ってですね、バトルしていきます。はい、猫タツで戦います。猫タツ攻撃が出ました。私20。25。ああ、やった。キモ猫。勝ちました。めっちゃ攻めてたのに。コスト1使って猫たちを前に出します。じゃあ私のターンですね。お、6。1コスト使ってカードを引きます。はい、3コスト使って、はい、
牛猫出します。じゃじゃーん、まずい。牛猫、この猫のマークがついてる、ソクって書いてある、はい、これなんか使えるんじゃないの。ソクはですね、高速移動です。え、高速移動って何。高速移動のキャラはですね、1ターンに2回まで移動することができます。えっ、よっと、私ちょうど 2残ってるんだ。あ、じゃあ1コスト払って1移動させて、はい、1コスト払って1移動、えってことだよね。はい。え、すごいすごい、やった。ひとまず進んじゃった。はい、じゃあ私のターンは終わり。1 ここへ来てピンチだよ、ピンチだよ。1使って猫ジェンヌでバトルしていきます。牛猫負けんなよ。牛猫狙いです。攻撃、攻撃。お、命中。命中70、命中30。よっしゃ勝ちました。じゃあ私のターンですね。はい、1コスト払って笠地蔵で猫ジェンヌとバトルします。わ、倒すぞ。命中。え、70、60が勝った。あぶねー、マジか。猫ジェンヌありがとう。あーもう、あーもう、1出ろ1。あーもう、あー6、コスト1使って猫ジェンヌの前に出します。ってことは敵の陣地に僕のカードが入ったので僕の勝ちです。あー負けたー。よっしゃ。今回のゲームでは登場しなかったんですけれども、円が書いてあるカードもあります。このカードはですね、遠距離攻撃になっていて、隣接したマスだけでなく、縦横2マス分離れたマスにある相手カードにも攻撃ができます。また2マス離れたカードに攻撃した場合、負けても自分のカードは捨て札置き場に行きません。コストは1攻撃ごとに1消費します。じゃあ例えばここにね、はい、円のカードがあって、ここからこの猫とバトルすることができるってこと。そうです。負けてもこのままなんだよね。はい、めっちゃ強くない。強いんですよ。うわー、円のカード引きたかったな。引きたかったっすね。バンマリ、ここからは4人でも遊べるゲームを紹介していきます。なんと今日は4人で遊べるために力強い仲間が来てくれました。イエーイ、宮野さんです。今日は絶対勝ちたいので気合めちゃくちゃ入れてきました。よろしくお願いします。気合十分だ。そしてカズニャンです。僕も勝ちたいと思います。頑張っていきます。頑張れ頑張れ。よいしょっと。ヤンノさんとカズニャンを含めた4人でスゴロクシナリオモードというゲームで遊んでいきたいと思います。早速詳しい遊び方も含めて紹介していきます。ではスゴロクシナリオモードで遊んでいきましょう。まずは遊び方を説明します。まず最初にじゃんけんをして順番を決めます。最初はグー、じゃんけんぽい。あいい子でしょう。わー、周りだから、にゃんのさん、モニちゃん、りっくん、カズニャン、カズニャンですね。自分のターンでサイコロ振り、出た目の数だけ駒を進める、まあスゴロクですね。皆さんよく知ってるスゴロクのルールではあるんですが、はい、このにゃんこ大戦争ボードゲームはちょっと一味違うぞっていう形になっております。止まったマスに指示が書かれているので、その指示に従って動いていくという形になります。一番最初にゴールマスに到着した人が勝ちになります。ではまず最初ににゃんのさん、お願いします。じゃあニャンノさんは紫の駒を使います。こちらをじゃあスタートに行きますね。はい、はい、じゃあスワイコロを振ってください。はい、スワイコロ振ります。いけ、はい、1、ニャンコガチャ。ニャンコガチャはですね、この山札からカードを1枚引くか、待機札1枚を手札に戻すのどちらかを選ぶことができます。待機札がないので山札を引きます。はいはい、もらいました、うん、よし、じゃあモニちゃんですね。サイコロ振っちゃうもんね。イエーイ、ちょっと待って、1だー。待機札1枚を手札に戻すか、山札からカード引くか、うん、引くのでいきます。はい、うん、いいカード出ちゃったもんね、うん、はい、じゃあリックンどうぞ、はい、1以外を出してくれ、うん、1以外出します。見たい、見たい。どういうこと。まさかの1です。じゃあ、ヤンコガチャですね。ヤンコガチャだよ、いきます。はい、じゃあカズニャン持ってる、カズニャンにかかってるよ。じゃあサイコロ振るにゃ。5、お先がいい、早い早い。1、2、3、4、5。はい、ニャンコガチャ、ニャンコガチャですね。クニャ、はい、みんなニャンコガチャでカードを引いたと思うんですが、
プレイヤーの持つカードには手札と待機札の2つの役割があります、うん、私のカードを公開しちゃいますが、このカードのスゴロクと書いてある効果、これ使えますので皆さん使ってください。はい。で、手札と待機札は合計5枚までしか持つことができないので、適宜使わないともったいないってことになっちゃうので気をつけてください。どんどん使ってきます。はい、じゃあどんどん進めていきましょう。よし、じゃあにゃんのさんがいきます。はい、2にゃんこがちゃー1枚引きます。はい、レアガチャ。あ、レアガチャが出ましたね。はい、レアガチャはですね、カードのコストありますね、はい、4以上のカードが出るまで山札を取り、最初に出た4以上のカードを手札に加え、それ以外は山札に戻しシャッフルをするというマスになっております。はい、引きます。はい、4以上出ました。お、早速出たんだね。はい、さあ行け、カズニャン。カズニャン行くにゃん。シュッ、直やね。ボス対決ストップ。対決ストップマスに止まったな。なんじゃ。手札と待機札を合計したカードの枚数分だけサイコロを振ることができます。今何枚持ってますか。2枚にゃ。じゃあ2回振ることができまして、はい、サイコロの目合計4以上で次に進むことができます。1出ろ。あー、もう一発で出てしまった、ね、はい、次に進んでくれ。はい、ぴょん。ボス対決ストップに生まれました、うん、私は今3枚持っているから3回1、2、よし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 、うんうんうん、まあでもこれ1回ずつでも私は進めるもんね。おりゃ、イエーイ、やったやった、次のステップに進んだぜ。いや、私だね、私もうカード使っちゃうもんね。早い。猫サーファーの効果を使います。なんだその効果は。自分のターンが開始した時、うん、サイコロを振る代わりに15マス以内で好きなだけ進み、うん、このカードを山札に戻す。ははははは、めちゃめちゃ進める。15でしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、じゃあ10マス進んで、めっちゃすごい。レアガチャ、レアガチャ、オッケーオッケー。じゃあ猫サーファーは山札に戻しますと。猫サーファー欲しい。ゴロゴロだにゃ。イエーイ。お、バトル。なんとバトルに止まりましたね。バトルマスは他のプレイヤー1人または山札を指名し、うん、手札で戦うことができるマスだ。すごい。山札と戦うのか、それとも他のプレイヤーと戦うのか選べ。マミちゃん勝負だ。なんでだよ。なんで私なんだよ。じゃあ受け出たと、じゃあ私と勝負だ。バトルをするときはここを使うからな、みんな。お互いに手札からバトルフィールドのバトルキャラの枠に裏向きで1枚置くんだ。ほら、カズニャンも3枚持ってる。そしてだな、サポートキャラを1枚裏向きで置くことができる。サポートっていうのはそのスゴロクって書いてある横に書いてある効果が使えるやつになっておるぞ。置かなくても置いてもどっちでもいい、駆け引き大。サポートキャラ置くにゃ。お、わ、置くんだな。そしたらせーので出したすべてのカードを表向きにします。お、いくぞ、せーの。うわあ、なんか、あ、めっちゃサポート、サポートが、うわ、やばいやばい。バトルを宣言したプレイヤー、つまりカズニャンだな、カズニャンがサイコロを振って、その出た目に応じて、うん、この数字が高い方が勝ちだからな。攻撃、命中、防御のどれか出ればいいんだにゃ。そうだよ、いくにゃ。攻撃高いから出てー。防御、防御、私35 70。そしてサポートカードは防御の数値をプラス30。すごい。だから100。つまりポイントがカズニャンの方が高いからカズニャンの勝ち。勝った場合はね、相手のバトルカードをもらって手札にすることができるんだ。そういうのもらわれちゃった。いかないね、すごいやつが。サポートキャラは勝った方、負けた方、それぞれの待機札になるんだ、うん、あ、何、手札には戻らないんだね、はい、そうなんだ。バトルキャラはどうなるんだね。バトルキャラは手札に戻っていいんだよ。お、強いやつがカズニャンの手にあるんだな。見えたぞ。バトルを仕掛けた方が負けた場合は
自分のバトルカードを手札に戻す、うん、そしてサポートキャラは勝った方負けた方それぞれの待機札になります。引き分けの場合はお互いに出したバトルカードのカードをそれぞれ待機札にしますという形です。なるほど。くっそ1枚奪われてしまった。ああ、負けちゃったよ。なんてこった。よーし、モニちゃんだ、いけ。おお。でもストップ、はい、ストップ、ストップだ。ボス対決ストップ、サイコロの目合計7以上で勝利。2枚持ってるので2回振って7以上だね。1出ろ1出ろ1出ないでくれ。おお、よし、これで3以上出れば、うん、来い、手が震えるぞ。いけ。あ、負けたら日本編第2章入り口マスに戻るにゃ。うわ、一番だったのに。うわ、トサーファーの力を借りたのに。1、2、バトル、バトル、バトル、私以外とやってくれ。にゃんのやるにゃやるにゃ、カズにゃ。さあ、裏向きでセットして、待って、サポートキャラ、サポートキャラは使えますか、お二人とも。私は使うわ。あ、これはいい、いいサポートキャラいたよ。にゃんの堅実だにゃ。減らしていくにゃ、カード。さあ、二人でせーので表向きに、せーの、はっ、あ、強そう、強そう、せーの、はい、はい、はい、で、カズニャンがサイコロを、カズニャン強い、カズニャン強いよ、ごめん、あ、はい、防御70、はい、カズニャンの防御は70。待って、サポートキャラが自分のバトル中すべてのバトルポイントをプラス10する。はい、ってことでニャンノさんが30にプラス10で 40だー、カズニャンの勝ち。カズニャン強いこれ、やって強すぎる。カード強すぎるにゃん。なんてこった。じゃあカズニャン、はい、よし、さあ2人ともから向きでこれでいっちゃえ。じゃあニャノさん、はい、せーの、はい、はい、お、おっと、おやばい、おくん、あ、強い、本当に強いの、実は持ってました。いくよ、はい、攻撃、攻撃250、20だよ、あれ、つまり圧勝ですね。負けたあれ、でもりっくん今5枚持ってて、あれ1枚、あれあれあれ、つまりってことは、あれあれ、これで5枚以上になってしまった場合は、はい、オーバーしている分を選んで捨てます。ああ、なるほど、捨てなくてはいけません。捨てる、クマネコさよなら、ニャンノさんの歌をもらってもくれないの。クマネコさよならもう。じゃあ捨て札、じゃあここにしようか。はい、よっしゃ、なんか使おうとしてる、ね、怖い怖い、やめて、うんうん、極限機ニャンマのスゴロク効果使うにゃん。お、自分のターンが開始か終了した時、自分以外のプレイヤー全員の待機札を全て山札に戻させるにゃん。はぁ、ひどいにゃ、なんとなく妨害したくなってんの。ひどいわ。山札に戻すにゃん。あ、山札に戻させるにゃん。待機札がなくなった。そうだね、使った極限機ニャンマは待機札いくにゃ、うん、はーい、2、1、2、向こうに移動だね。え、あ、一気に、一気にワープした。本当にすごろくだ。カズニャンが1位に。なんかすごいな、カズニャン。カズニャン持ってるな。2、ストップ。サイコロの目が合計で10以上、はい、今手札5だから5回振れるんだね。だ、いっちゃうよ、いっちゃえ、5、7、これで2で7ですね。はい、5、合計12だから、はい、進んでください。やったー。じゃあ未来編に行きました。10って結構やばいぞ。ねえ、いくぞー、えい、1、待って、スゴロクの楽しさを教えてやるにゃ。やばいこと、やばいこと考えてる。超激レア、滅殺はやぶさ効果発動にゃ。発動された。7
な効果すごく嫌な効果な気がするにゃ、はい、自分のターンが開始か終了した時ゴールしていない誰かの駒と自分の駒の位置を入れ替えるにゃ、ナンナさんと交換だにゃ、コスニャンがそっちに行って、ヤノさんがあーひどい、コツコツやってたのに強すぎる、強いよ。そしてサイコロ振るにゃ、ひどい4だにゃ、1,2,3,4 バトルにゃ、さらにバトル、なんとモニーちゃん、よしちょうどね、戦いたいと思っていたんだよ、いけ私のカード、私のカード、これは難しい、ここでサポート使うか否か、使え、おい使え、おい使え、そして私も使う、2人ともよし、せーの、どうだどうだ、お、どうだ、あーサポート次第、私のサポートカードの効果発動、うん、誰かがサポートカードの効果を使った時、うん、その効果を無効にするそのままそのカードは待機中になる、つまりこのカードは使えない、イエーイ、攻撃と命中で勝てばいいから、そうですね、このまま3分の2、はい、いくよ、えいっ、来ました、防御、私が150で僕25、はい、勝ちました、すごい、いただきー、いやー、いただきー、こいつはじゃん、ストップ、サイコロの目合計20以上で5回、え、ちょっと待って、え、そっか、これでカズニャンが20以上出したらゴールです、ゴールになっちゃう、さあ、どうか、あー、4、うん、1、あ、5、5になった、どっちか、6とか厳しい、5、あと6、6、6、6、6、6、え、こんな奇跡ってあるの、すごい、合計で20で20になった、20だ、すごい、つまりゴールだにゃ、ニャンコ大戦争ボードゲームを紹介しました。めっちゃ楽しかったですよ。そうですね。やっぱみんなでワイワイやると楽しいですね。はい、一人でやっても遊べるボードゲームになってるので、これ一人でも4人でもみんなで遊べていいですね。はい、楽しかったです。楽しかったな。ニャンヌさんどうでした？私すごい勝ちたかったんですけど、はい、負けちゃってすごい悔しかったんで、はい、お家に帰ったらもう一回やろうと思って、いいですね、はい、絶対メンバーを変えて、メンバーを変えて、まずにはちょっと無双しちゃったんですけどもっと上目指そうと思います、やっぱなんかでもニャンコ大戦争ならではのカードになってるのもすごいいいなって思いました。今日は4種類のうち2種類をプレイしたんですけれども、うん、他の2種類はですね、皆さんぜひ手に取ってプレイしてみてください。そして現在集めて貼ってニャンコ大戦争10周年プレゼントキャンペーンニャが2023年1月31日まで開催中です。ニャンコ大戦争関連商品についているポイントマークを集めて専用ハガキに貼って応募すると抽選でオリジナルグッズが当たります。今日紹介したボードゲームも対象商品ですので、ゲットしたらキャンペーンに応募してみてください。ニャンコ大戦争ボードゲームは10月22日発売予定です。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。